非マシントレーニングを中心にしたプログラムで、利用者様に日常生活動作の改善を実感してもらえ、満足いただける機能訓練型デイサービスとしてやっていけるよう、私どもの施設が実際に行っている施設内でのサービス全般と機能訓練メニューをほぼ時系列でまとめています。つまりこの DVD では、1、この DVD の通りにやれば機能訓練型デイサービスとして利用者様に満足いただける運営が一通りできるようになる。2、デイ運営中何よりも大切な利用者様の安全確保の知識が得られるという2項目を目的としています。また現在すでにデイサービスを運営している方にもプログラム改善のヒントになるような内容を盛り込んであります。デイサービスと一般の治療院との最初の大きな違いは送迎です。送迎といってもただ送り迎えをすればいいというわけではなく、足の不自由な方が家を出て車に乗り込み、さらに車から降りてデイに入るという危険な動作が伴います。さらに気象状況や利用者様の体調によってもその危険度は変化します。車の種類によっても乗り込み降車の難しさも違ってきますし、利用者様の疾患によっても解除の仕方が違ってきます。ここで挙げた点は最低限心得てください。ではここで特に多い利用者さんの危険な行動例や解除の注意点をお見せします。車の窓枠に頭をぶつける。慣れてきても毎回頭をぶつける利用者さんがいます。習慣として手でカバーしてあげてください。腰が十分に上がっていないのに足だけを前に出す。特に降車の時注意してください。尻餅事故の危険があります。それでは実際に最初から通して見ていきましょう。利用者様にはこういう声かけをしながらリードしていきます。はい、それでは全体運動を始めます。まず手を振って指先に血を集めていきます。次に手をこすり合わせていきます。よくこすってください。手のひら、両手の甲もお願いします。次に指の間もこすっておきましょう。次に両腕を大きくこすっていきます。表側と裏側、左右まんべんなく大きくこすってください。続いて肩から首にかけて鎖骨に沿って首の周りを大きくこすってください。反対です。